こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。今日はボンゴレピアンゴです。包丁使いたくない時のレシピ、ここに分量材料出てます。お鍋またはフライパンにオリーブオイルを熱します。でここにこの母屋の刻みニンニク、これを小さじ1入れます。これめっちゃ便利です。本当包丁とか使いたくない時はこれでもう本当十分美味しい。で、鷹の爪の輪切りを2本指で1つまみぐらい入れます。で、辛いのが好きな人はもっと入れても大丈夫です。私若干多めに入れてるかな。で、香りが出るまでざっと炒めます。アサリを入れます。これ小分け冷凍していった分です。大体ね15粒ぐらいだったかな、そんぐらい。で白ワインを入れます。白ワインがなければ料理酒でも OK です。これを大さじ3入れます。で蓋をして蒸し焼きにします。で蓋を開けたらもうアサリがパカーンって開いてて、アサリから旨味が十分出てるので、ここに規定時間より1分短めに茹でたパスタをドドーンと入れて、このたっぷり旨味が出たエキスを吸い込ませながら炒めていきます。でちょっとこの辺で一本味見をしてみて、ちょっと塩気が足りないかなと思ったら塩コショウ少々で味を整えます。で全体を炒め合わせます。で今こうちょっと見えたかな、さっきのアサリの旨味が出た水分を麺が吸収したので、最後にドライパセリをパラパラっとかけて、なければもうないで OK です。はい、ここパラパラっとかけて全体を混ぜ合わせて出来上がりです。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもしてるので、概要欄の方にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえると、なお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。